遅かったか。次は漁港で止まる。そこでヘリに乗せ替える手はずだ。ヘリに乗せられる前に見晴らしの居場所を探さないと。あの足場が良さそうだ。オリバーはどこだ？オリバーが見えるまで待とう。ヘリに乗せられたら終わりだ。走れ早く。
ぜ。すっげえタトゥー。さあ逃げるぞ。ボートだ。ボートを傾けるな。やってるよ。もっと早く。引き離してるぞ。親父は連中に言われた通り大金払っちまうとこだったんだぜ。身の代金を払っても奴隷として売られるところだったんだ。マジかよ、とんでもねえな。おい、どうすりゃいいんだ。オリバー、お前は自分が思ってるよりずっと強いんだ。来いよ、安全な場所を知ってるんだ。デイジオリバーを見つけたぞ。オリバーよう、みんな帰ってきたぜ。あなた無事だったのね。ああ、気分よく漂っているうちに温室が火事とは。ここは一体何なんだ。ああ、こいつは随分効くな。誰か試してみたいものはいるかね。俺やる。はい、すぐ行くから。こりゃ天国だぜ。ジェイソン、後で来てくれる？見せたいものがあるの。私も見せたいものがあるわ。ほら、グラントのための十字架よ。ありがとう。弔う暇もなかった。話がある。でも今はダメだ。ライリーを見つけないと。あいつに何かあったら寂しいの。最近あなたは平気で武器を振り回して変なタトゥーまで。みんなを助けに行くなとは言わない。ただあなたのことが心配になるの。心配するな。初めて自分の力で生きてるような気がするんだ。それはいいことだ。ずっとそれで悩んでたもんね。戻ったらスタジオの仕事をするのはどう？スティーブだって。悪いけど今は君の昔の恋人の話はしたくないよ。自分の道は自分で見つけなきゃいけないんだ。そうね、ごめん。ストレスでピリピリしてるのね。愛してる。行って。私が引き止める前に。お、すごいじゃないか。まだ仕上げが必要だけどほぼ完成よ。いろいろとありがとう。あなただって頑張ってるわ。変なことを聞いてもいいかな。君は今年水泳の大会で優勝しただろう。ええ、400メートルで。勝つってどんな気分？表彰台に立った時じゃなくて水中でゴールにタッチした瞬間の気分は。自分の存在を実感するというか、
世界そのものになったような気分よ。そうか、自分に人が殺せるなんて思ってなかったよ。最初はもちろん罪悪感があった。人間なら普通だろ。だけど今は快感なんだ。あなた大丈夫？ああ、大丈夫だ。分かった。ウィリスか。ジェイソン、キースの居場所が分かったぞ。ホイトが雇った殺し屋が買ったらしい。スラムのバーによくいるやつだ。そいつの名前は？バックだ。バックって暴力映画のキャラかよ。